オリンピック女子サッカー競技は24日にグループ E 第2節が行われ、チリ代表とカナダ代表が対戦した。開幕節でイギリス代表に敗れたチリ 0-2 と、初戦では日本代表と引き分けているカナダ 1-1 による一戦。3大会連続のメダル獲得を目指すカナダでは38歳のレジェンド、シンクレアが先発している。試合開始早々にチリが CK からチャンスを作ったが、6分にカナダがネットを揺らす。一度ボールを失ったが、奪った CB のブキャナンがそのままボックス内へ飛び出し、華麗なワンタッチパス回しからネットを揺らす。しかし、これはオフサイドの判定でノーゴールとなった。さらに17分、シンクレアがボックス内で競り合いの際に倒されて PK を獲得する。しかし、ベッキーのキックは右ポストを叩いた。先制の絶好機を、それでも39分、ついにカナダが先制に成功。右サイドを突破してクロスを送ると、武器が引いたボールがベッキーの下に。背番号16は冷静に蹴り込み、リードを手にしている。前半はこのまま折り、すると後半開始早々、カナダが突き放す。47分、縦に素早い展開から DF ラインの背後に抜け出したベッキーが、冷静にグキとの1対1を制した。カナダがリードを広げる。劣勢のチリは54分、ボックス内でサモラが倒される。すると VAR オンフィールドレビューの結果、BK を獲得。これをアラヤが沈め、チリが1点差に詰め寄った。攻勢を仕掛けるチリは73分、アラヤのシュートがバーを直撃する。試合は最後まで激しい攻防が続いたが、スコアは動かず。2-1 で、カナダが今大会初勝利を挙げた。この結果、カナダが勝ち点4、得失点差プラス1でグループ E の首位に浮上。勝ち点1で3位の日本は、この後に控える2位イギリス、勝ち点3、得失点差プラス2、戦で敗れると、準々決勝進出が遠のくことになる。